スライラビーです。お願いします。あの子育てって難しいじゃないですか。子育て難しそうですよね、うん、特に年頃の娘をしつけるのってこれ難しいと思うんですよね。なるほどね、うん、じゃあ僕娘役やりますよ。いいですか。お父さんとして叱ってもらっていいですか。なるほどね、お願いします。ねえパパ、どうした。今度のダンスパーティー行ってもいい。パーティー、もちろんただでとは言わないわ。学校のテストも頑張るし、部屋の掃除だってやるもの。いや、待って、パパにプレゼントがあるの。授業で作ったクッキー、端はね、チョコチップにオレンジピールにレーズン。いや、分かってるわ。パパはレーズン嫌いでしょ。レーズンは近くのおじいさんにあげたから大丈夫。ねえパパ、パーティーに行ってもいいでしょ。ありがとうパパ、愛してる、イエーイ。海外の子供すんな。なんでこんなアメリカのドラマに出てくるような娘やってんだ。パパ愛してるわ。あとでかすぎるわ。さすがにこのおじさん娘として見れないから。何何何、娘いいから息子やって。息子ね、うん、夜遅く帰って行ったところ俺が叱るから。わかりました。ガチャギー、何時だと思ってるんだ。ごめんよパパ。一緒じゃねえかお前、そのノリをやめろっつってんだよ。ごめんよパパ、パーティーに行ってたらつい盛り上がりすぎちゃって。すぐパーティー行くなこいつら。おい、おじいさんの車を燃やしちゃったんだ。なんてことしたんだお前。燃やした。おじいさん泣きながらレーズン食べてた。かわいそすぎるわ。なんだその状況。でもね、誰に誘われてやったと思う。知らないよそんなの。ビルンチェファーズンジュニア、街の暴れん坊だよ。誰なんだそれは。もういいよ。どうもありがとうございました。